今回は、スティガのラケットで、カーボネード45というラケットですね。で、仕出してみました。カーボネードはシリーズが6種類あって、その中で3種類がこう赤いグリップなんですけど、カーボンの繊維が普通、縦横のこう網目だと思うんですけど、45度で斜め方向にこう入ってるというのが、ちょっと特徴ということ。あともう一つ、赤いこの45度のシリーズの中でも、これはカーボン量が一番少ない、比較的木材ラケットに近い、アウター素材なんですけれども、木材に近い感触という台も行ってます。そのカーボンも普通の従来のカーボンと違って、テキストリームという、従来のカーボンが糸を編んでるんですけど、これはもう最初からシート状にしてることで、樹脂の量を減らしてるという、そうなんです。結構これは本当に最新の、結構高性能素材として注目されてるということらしいですということなんですけれども、これちょっと試してみてどうだったんでしょうか。木材に近い感触そうでなす。んです木材に近いっか。ていうよりはやっぱり素材ラケットなんですけども、確かにそのアウターの割に許容トレランス。取れます。バタフライになってますけど、カウンターの時とかもやっぱりちょっとこう狂っただけでこう飛んでったら落ちちゃったりっていうのがなくて、こう薄く捉えた時に相手の回転のあるボールでもしっかり持ってボールを運んでくれるので、それはすごい感触が良かったです。割と近年のトレンドみたいなもう感じなんですかね。その特殊素材だけれども、ある程度ガチガチっていうのじゃないっていうところで、ど真ん中でどすね。真ん中で。前はうちの雑誌の、去年の企画で、このシリーズ紹介したんですけれども、粘着性ラバー合わせて出したんです。今回、ドイツテン、いわゆるスピン系テンションでしたけど、結構その方が感触は使そうでいすやすね。い感やっじぱだ。粘着はちょっとやっぱ中国選手がそうやって使ってるのに合わせてやったんですけど、ちょっと身の丈に合わないことをしたというか、ドイツ系のテンションだと、やっぱ十分、普通にはやっぱり性能引き出しやすいかなと思う。これチェンムーン、中国女子のチェンムーン選手とジュユリン選手がちょっと使ってるというところでも結構注目なんだと思うんですけど、お値段は2万円と、スティガの、ね、高級モデルらしいお値なん段ですなんけですけど、ど、でもやっぱグリップも含めてかっこいいですよね。こう握っただけでちょっとそういう選手に近づける気分になれる。さすがスティーブ。ちょっと初中級っていうとあれですけれども、ちょっとその上のクラスのドライブ版だったら、割と広い範囲で扱いが安いタイプなので、試す価値があるんじゃないかと思います。